はい、皆さん、グッチさんですよ、グッチさん。誰が掛け声って突然ね、突然登場されましたので、グッチさんをね、移しております。移りたいと思います。こちらからお願いします。ミラクル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 グッチです。もしこの挨拶知らない人は挨拶だけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。グッチさんです。もう演歌歌手のようにお辞儀します。深くゆっくりで礼をする。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて、はい、どうもイキリヌです。はい、というわけで挨拶は非常にシンプルなんで、はい、覚えるほどのくださいましたよ。はい、どどどん、お、最近気になること。最近気になる、さっき話したよ。聞き悪い、聞き悪すぎ。ねえ、さっきさんは初めてだから聞きたいですね。何に気になってんのかっていうのはね、まあ、まあ軽く言うな。ちなみにさっきのは何て言ったの。さ、そうだ、さっきはなぜ人は電車に乗った時にその出口周辺を陣取りたがるんかっていうところが気になる話をさせていただきました。で、出入り自由やけど、でも反対側開くことあるからね、ここおったけど、あ、後ろって、すぐ出たかったのにって出られなくなるけどね。そう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 、確
確かにあそこ撮りたいよ。ちなみにさっきは、さっきは私あのドリンクバーってあるじゃないですか、ファミレスのドリンクバー。そう、あれって言うてもバレないんじゃないか説が自分の中で浮上してるんだけど、でも絶対動画にできないからすごいモヤモヤしてる、うん、だってどういう風にしたら絶対炎上するから。あ、なるほど。で、ね、店員さんにそのお冷やのグラスでドリンクバー行っても、なるほど、バレへんのじゃない。確かに。コーラ飲むみたい。さっきファミレスの店員さんもと働いてらっしゃった方がいてたんですけども、はいはい、あの見てても黙ってるって言ってました。短いです。注意できない。そう、やっぱもう人によると思うんですけど、やっぱね、お客さんとバトルするっていうのは、ね、確かにね、すごいエネルギーいると思うんで、やっぱりね、しかもちょっとね、前の方が女性の方が多くて、そうですよね、はい、女の子だったからやっぱりそういう回答になったかもしれないな。確かに、うん、優しいから、みんな優しいからね。みんな優しい。ここにいてる人たちの笑顔が優しい。そう、笑顔が優しい、うん。はい、では工場長さんは。私はあのコメント欄、動画投稿した時のコメント欄の1個目は待機して、あの待って1個目って打っているのが、なるほど、あー、 YouTube あるあるですね。そうですね、そうそうそう、はい、1個目ゲットしたことある人いる？1個目ゲット、1個目ゲット、待機してるよ。そうなんです。やっぱりあそこに何も書かれてなかったら気持ちいいね、コメント欄に。お、あ、いらっしゃった。喫水のコメゲッターさんか。そうですね。すごい。意外とあれで、なんかその1コメに対してバトルになるときあるじゃないですか。お前違うから。そうです。別に意味ねえしみたいな感じでするんですけど、多分クリエイターの皆さんは割と嬉しいですよね。いや、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、書いてくれた方が嬉しいと思うんで、そう、ぜひ皆さんも50個目ぐらいまで書いてもらって、1、2、3、4、5、嬉しいですから、ね、これからもお願いしますよ。そうですよ。じゃあどうします、最近気になることはもう、もうそんな感じで、あれやった、もう、もう OK、もうネタがない。わかりました。はい、じゃあ続いていきたいと思います。じゃじゃん菊池は独身なのかっていうところも、あ、確かに気になりますね。なんか一番気になるところ、気にならねえよ。誰も気にしてねえわ。37歳、だって10だ。39。気にしてねえわ俺と。やばい、39じゃない。俺はいいのよ。皆さんの時間なの、うん、俺はいいのよ。はい、ではいきますよ、はい、最近動画撮ってて爆笑したこと。爆笑したこと。あ、最近ね、意外とそのマインクラフトで息子を出してて、あ、はいはい、で自分のそう声を先に全部喋ってるんですけども、うんうん、パパどないしたん愚痴よっていうふうなフレーズ、うん、全部一人で喋ってるんですけど、はい、それを改めて編成にかけた時、うん、お、二人おるってこの感じが、そう、一人二役してて、そこに命が、息吹が芽生えた瞬間で、そう、編集してる時ってことですね。そう、ほんまにもうここに誕生、今まさに、うん、確かにすごいんすよ、もう普通に会話してる感じですもんね、あれ。そうです、そうです。だからぜひ ね、皆さんも見てください。もう俺ようやったって、はい、もう褒めてあげてるんです。褒めてあげてください、内尾さんを、はい。ゆきねんさんは、あ、そうですね、なんか私結構外で撮影したりすることも多くて。なるほど。そうなんですよ。で、あの後ろに歩いてる人とか一応なんかぼかしかけたりとかするんですけど、はい、たまにすごい外人の人とかめっちゃ怖い。そう、緊張してる時にもうめっちゃ目合ったと思って、何やお前みたいな。なるほど、その場では気づかへんけどね。あ、そうそう、外ロケあるあるですね。そうですね。意外と編集中の爆笑が多いです。じゃあ僕も、じゃあもうゆきりんさん見かけたら声かけずに、こないしてたら、こないして、おー映ってるって、 YouTube の映像映ってるって。どうします、後ろにぐちさんがいたらモザイクかけますか。あ、かけますね。かけなくていいでしょ。そう、悔しい。まだまだ有名になりたい。では工場長さんは爆笑したこと。私もやっぱ編集中で、はい、あのカットするときって一旦止めるじゃないですか。あ、なるほど。その止めるとき止めるとき全部なんか変な顔してる。ありません。一番恥ずかしいやつやね。目開いてるかどうか分かってみたいな。もう全部顔面事故みたいになって。気が緩んでるときですね。ちょっと
見てみたいですね、工場長さんのその編集点の変化を見てみたい。今度 NG 集出してください。ねえ、逆にね、逆にオフの時だけつなげて、うん、そう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 、オフだけ喋、ね、ってない、全く喋ってないと。はい、では続いていきますよ。これ最後ぐらいですか。もう最後ですかね、そうですね、はい、あ、早い。こちら、まるまる始めました。まるまる始めました。あら、そうか、結構いろいろ小刻みに始めてるんですよ。おー、えら、小刻みに。ちょっと前までジョギングちょっとやったりしたんですけど、ね、逆になんかジョギング行ったことに安心して太り始めて、あかんわって。もうこんだけ消費したし、摂取しても大丈夫かなって、うん、ね、で食べる時間が遅かったらもう意味ないから、もう全部やったこと意味ないってね。あるから、みんな結構共感してますね。わ、ね、かるわかる。だから摂取カロリー気をつける生活始めました。あ、なるほど、ね、体に気をつけて。そうです、そうです。で、ついさっきその一発目のステージあった時、こうしておしゃべりしてたんですけど、はいはい、その時に写メ撮られた方から、はい、ツイートリプライ来て、はい、グッさん写メ撮りましたよって、はい、もうこの格好がプロレスラーの、売れないプロレスラーのヒーローインタビューみたいになってて、俺プロレス始めるかみたいな。これがね、これが、めっちゃ凝ってる。売れないプロレスラーバージョン、ね、プロレス始めようかなみたいなね、はい、ぜひね、小木さんに考えてますけど。なるほど、健康に気を使い始めたということ。そうですね、まあトータルして言うならば、はい、ではゆきりぬさん。私ね、初めてもうすでに三日坊でやめてることしかないんですけど、どうしたらいいですか。あ、直近でじゃあ三日でやめたやつって。直近で三日でやめたやつは、あの早寝早起きです。あー、いや、誘導して。そう、クリエイターあるあるかもしれないんだけど、はい、昼夜逆転しがちなので。なるほど。まあ、みんなは春休み絶対経験したと思うんだけど、そうかそれでね、寝遅って思っても全然直せなくて、昨日とか12時に起きてたから、今日すっごい辛かった、賞金の。うわわかる。なんですかね、夜に起きちゃうっていう。なんかワクワクするんですね。ワクワクする。応援してる。ねえ、例えば動画撮ってたら、そのハイテンションなところが面白かったりするから。はいはいはい、深夜のテンションが良かったですね。そうですよ、なるほど。はい、では工場長さん、はい、始めたこと。私はあの動画以外でお料理をするように。おー、どうなりました。すごい、お召し料じゃないですか。ねえ、どういう、美味しくない、美味しくない、でもなんか今までは今はちゃんと動画回してないときだけちゃんと作る。え、これは何のためにやってんすか。これは何のために。怪しいなんか。もうちょっと狙っとった。やばいやばい、突然見たからこれ。何のためにやってんでしょうかね。皆さん気になりますよね。誰のためなんでしょうか。いや、もう誰のためより何を作ったとかさ。そっちですね。そうだよね。どういうものを作るんですか。さん、皆さんの一面が見られたんじゃないかと思います。はい、はい、ということで、もう第2ブロック以上でお時間となってしまいました。早かった、楽しかった、はい、ありがとうね、みんな。ありがとう。写真とか大丈夫かな。ありがとう、みんな後ろの人もね。はい、ということで、皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。グッチさん、ゆきりんさん、工場長さんでございました。ありがとうございました。撮影大会あれやん。そうやん、俺ずっと見えてたからな。言うて、いや、でももう破壊させられるかな。俺はなんか物足りないなと思ったら撮影大会があったんですよ。ごめんなさい、進行下手か。
こちらの手ぬぐいがですね、後ろに販売してます。300円で販売してますので、300円で手ぬぐいつけてる方も何人かいらっしゃいますけど、ぜひお土産にも買ってください。では、どういう風な形で、まず最初に、気になる皆様を、写真撮影お願いします。じゃあ、ちょっとね、もう首で巻きすぎて、シワが、はい、では、掛け声アイラブ馬釣りでシャッターの方行きますよ。せーの、アイラブ馬釣り、撮れました。はい、オッケーです。こちらはぜひね、ツイートの方お願いしますということで、続いてみんなで撮りたいと思いますので、はい、